長子と夫は、茨城県上栖市出身の元プロ野球選手、コーチ。野球を始めたのは、実刑の影響で、最初は、内野手であったが、私立長子高校2年時の1978年秋に、投手へ転校。3年時の1979年には、夏の甲子園に、エース兼4番打者として、チームを初出場に導いたが、結果は、初戦で敗退。 高校生時代には、自身の名字と公名が同じことにちなんで、長子高校の長子君と呼ばれた。同年のドラフトで、近鉄バファーローズから投手として4位で指名されたものの、入団を誇示した上で、高校卒業後の1980年に、法政大学へ進学し、内野手へ、再び転校。東京六大学リーグでは3年時の1982年春季で、 首位打者のタイトルを獲得し、チーム史上唯一のリーグ戦全勝優勝に貢献したほか、後に進出した全日本大学野球選手権でも優勝を経験した。在学中には、リーグ戦通算49試合出場、打率305.4本塁が35打点という成績を残したほか、三類手としてベストナインに3度選ばれた。野球部での同期に、 小早川武彦や坂本義一、一学年先輩に、木戸勝彦や西田真嗣、二学年先輩に、川端淳や池田近雄などがいる。1983年のドラフト1位で、横浜太陽ホエールズに入団。応援歌は、ミュージカル、マイ・フェアレディの劇中歌、時間通りに、教会へ、より財布された。1988年にサンルイッシュのレギュラーに、 定着すると、一軍公式戦で、自己最多の125試合に出場するとともに、三塁一手としての失策数をわずか3個にとどめた。しかし、ゴールデングラブ賞のセリーグ三塁手部門には、巨人の原達則が選ばれた。太陽ファンのヤクは、当時この件を、自身の4コマ漫画で取り上げた。1990年に、須藤豊監督が就任して、 清水義氏が台頭してからは一軍公式戦での出場機会が減少し、1992年に幼い高志との交換トレードで大学の先輩、山本浩二監督率いる広島東洋カープに移籍したものの、1993年限りで現役を引退。同年には幼いも引退したため、引退後の1994年に幼いと再び入れ替わる格好でフルス、古す、 横浜へ復帰。育成コーチ補佐、育成県二軍守備コーチ、二軍守備、総類コーチ、編成担当、スカウトを歴任。2009年に退団した当初は、焼肉店の開店を目指していたが、後に断念を余儀なくされる。2011年からは、広島県福山市に本社を置く自動車、輸入販売会社、ブリッジで、関東地区のエリアマネージャーを務めていた。 その一方で、2011年から2019年までは、東京六大学で同期である、境内出身の堀井哲也監督が率いる JR 東日本を指導。当初は外部スタッフとして携わっていたが、後にコーチへ正式に就任。その間には、2014年1月20日付で、日本学生野球協会から学生野球資格の回復を認定。 同協会へ加盟する高校、大学の公式野球部でも指導できるようになった。2020年2月から母校、法大の助監督に就任。37年振りの母校復帰となり、助監督への就任を機に野球部、第二寮での生活を始めた。同年12月をもって退任。2021年からは、かつて勤務していた広島県福山市の自動車、輸入販売会社、 ブリッジに再就職し、同社が支援する、社会人野球のクラブチーム、福山ローズファイターズの GM に就任した。ありがとうございます。